二人パパシェーナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日の動画は前回の続き、スウェーデンのスーパーでお買い物後編ということで、前回の動画のコメントでいただいた質問にお答えしながらご案内したいと思います。北欧ならではの謎の肉やスウェーデンのソウルフードのコーナー、そしてセルフレジの万引き対策に高いレジ袋の秘密など盛りだくさんでお送りします。最後までぜひご覧くださいね。前回はパンとを放り込んでクーポンをゲットし、パンや極太ソーセージのファール・コルブ、そして野菜や果物をカートに放り込んでいきました。ということで後半はジュースから買っていきましょう。ジュース何か選んで、そしたらリカ。その間にミツパッパは卵をゲット。ここの卵はそのほとんどがフリーレンジ、割れてることが多いので中を開けて一つ一つ確認してからスキャンします。ちなみに今回のお買い物はだいたい2週間分ぐらいのまとめ買い。卵やヨーグルト、途中で足りない食材とかは買い足しますが、ジュースはまあ 2,3 リットルぐらいで2週間持つかな。今回は 1.75 リットルを1本と1リットルのものを2本買いました。タッパレネントヌ。そして次はお肉コーナーに行こうとしたんですが、ここで一つ思い出しました。ねえねえ、バナナ欲しい？バナナあるよ、あそこに子供のバナナ。ちょうど生鮮食品売り場のところに子供用のバナナがあって、一人一本店内で食べてもいいってことになってます。自分でできる？ほら、買い物中って子供がぐずりがちだから、これものすごい助かるんです。皆さんがお住まいのところではこういうのありますか？肉は今うちあるよね。今こちらがお肉コーナー。牛、豚、鶏、そして羊といろんなお肉がありますが、日本と比べるとかなりお高い気がします。この日は買わなかったのでネットスーパーで出てたものをご覧に入れるんですが、いかがでしょうか？スウェーデンではスウェーデン国産のお肉が好まれる傾向があるようですが、その理由として動物愛護を基礎とした規制が厳しく、動物のストレスや苦痛を減らすためその分コストがかかり割高になると言われています。例えば同じお店の同じ豚フィレ肉で比べてみても、お隣デンマーク産のものはほぼ半額となっています。動物のことを考えてコストがかかったお肉と一般的な値段のお肉、皆さんはどうお考えでしょうか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。そして話は変わり、ここスウェーデンではちょっと変わったお肉も売られています。ここはリカパッパに案内してもらいましょう。鹿？お腹？うん、ここはトナカイの血。 OK。 ここは牛の血。 OK。 ここはヘラジカミートボール。あ、オッケー。でもヘラジカミートボールはうちらいつも食べるやつだよね。そうね。そしてその隣にはヒモじゃない、なんだっけ、キジ、腎臓か。下はあれ何？これはスウェーデンのカフェウス、コーヒーチーズ。コーヒーチーズ、あれなんだっけ、ギリシャのハルミ。ハルミ、そう。これほとんどカフェウスとはほとんどハルミチーズ。へえ、そうなんだ。なるほどね。自然の草や木の実などを食べてのびのび育った野生の動物の肉、無駄な油や臭みがなく、とっても美味しいんですよ。さて、お次は乳製品コーナー。一般的にスウェーデンは乳製品の種類が豊富なんですが、ここ北スウェーデンはまた特に酪農が盛んです。日本の北海道のようなイメージでしょうか。牛乳や生クリームなど、僕的には日本やイギリスより断然美味しいと言い切れます。そして今日手に取ったのは、このフィールミョルと呼ばれる北欧各国ではポピュラーな発酵乳製品。ヨーグルトのようですが、より酸味が少なく柔らかめ。シリアルやミューズリー、ジャムなどと一緒にいただきます。そしてこれは息子くん用の森のベリーが入ったフィール、朝や夜寝る前なんかに食べてます。そしてバターの種類もいっぱいなんですが、今日は家にあるから動画だけ撮っておこうって思ったその時、やだよやだ。なんで？あ、でもやだ。何が嫌なの？それ欲しい？これデリートできる？できるよ。じゃあどれが欲しいの？ハロン？あ、これいいんじゃない？あ、普通のヨーグルトってことか。プレクトヨーグルトね。ということで、いつもと違うフルーツ入りヨーグルトが欲しくなっちゃった息子くん。
めんどくせえなと思いつつ、さっきスキャンした森のベリーのフィールをキャンセルします。はあ、ほんと。そしてそのフィールやヨーグルトと一緒に食べるミューズリー、これはいつもリカパッパが選びます。はい、今日のご飯は簡単に済まそうって時はこのフィールにミューズリー、ハムとチーズを乗せたパンだけってこともあります。もう今日はお茶漬けで済まそうって感じのノリですね。そしてこの後はちょっと別行動、リカパッパと息子くんには他の買い物を頼んで、ミツパッパはスウェーデンの意外なソウルフードのコーナーへ。ミツパッパが今ここで手に取ったのは缶詰のコーン、息子くんの大好物なんですが、このコーンが置いてある売り場、この今見えてる両サイドはスウェーデンのソウルフードとも言うべきある食材の売り場。さてここで問題です。日本でいうところのカレーのように大人も子供も大好きで、その準備も簡単なその料理、〇〇〇フライデーという言葉があるように金曜の夜によく食べられるスウェーデンの意外なソウルフードとは一体何でしょうか。ヒントはお買い物動画前編の中でリカパッパが買ったものに関係があります。リカパパということで正解です。ここにあるのは缶詰のアボカドとチーズディップ、そして大量のトルティーヤチップスとトマトソースみたいなものに、その下には薄っぺらいパン、そして小さな袋がいっぱい並んでて、ここにあるのはタコキット？あ、息子くんがなんか言ってきた。これ何？タコスに使うやつじゃない？多分タコスターブって言って家で焼いて、でこの中にタコスのサラダとかお肉とか入れるの。ということで正解はタコスでした。タコス用のスパイスミックスで味付けしたひき肉とサラダやサルサソース、チーズやサワークリームなどを手巻き寿司感覚で乗せて巻いていただきます。ひき肉を炒めるときに使うスパイスやサルサソース、トルティーヤなんかはスウェーデンの家庭だったらほぼ必ず常備されてるんじゃないかな。あとは缶詰のコーンや冷蔵庫の野菜なんかをささっと切るだけで準備ができて、とても簡単。大人も子供も大好きで誰も文句を言いません。ね？日本のカレーみたいでしょ？だからタコスのコーナーがこんなに幅を利かせてるんです。って喋ってる間にリカパッパ戻ってきた。じゃじゃーん。さてここで買い忘れたものがないかスキャナの中のショッピングリストをチェックしましょう。ああ、カッフェフィルター買わなきゃいけない。今僕押して入れないといけない。もう疲れた？やべ、急がなきゃ。ということでここからは急ぎ足で参りましょう。白味噌って書いてあるけど実際には合わせ味噌。お寿司を作りたい人たちなんかが買うお米や海苔、チューブのわさびやガリなんかもあります。パン粉はパン粉として売られてます。白滝もたまに買いますよ。インスタントラーメンも結構あります。海外向けの出前一丁や韓国系のものがあったりするんですが、あ、カップ焼きそばは日清製、まずくないけどやっぱ日本の方が美味しいですね。そしてここがお醤油のコーナー。キッコーマンなどの日本製のものが最近は増えてきててありがたい限りです。中国製のちょっとたまりっぽい醤油もあるんですが、料理によって使い分けたりしています。ここはグーディスコーナー、量り売りで大人も子供も群がります。そしてここが冷凍食品売り場、肉、魚、野菜などの食材系、そしてオーブンやレンジで温めて食べられる調理済みのものもありますが、味や種類などはきっと日本のものの方がクオリティ高いと思います。そうそう、アイス買うって約束したんだった。どれ？ユニコーン。ユニコーン。それがいいの？ちょっと大きすぎない？でもいい。でもいいの？そ
そして大人用のアイスも選びましょう。はい、ちなみにスウェーデンのスーパーでビールを見かけたとしたら、それはフォルクウールと呼ばれるアルコール度数が 3.5% 以下のローアルコールビールです。スウェーデンではお酒は国営の酒屋システムボラーゲットのみでの販売となっているんです。そしてよく聞かれるのが、スウェーデンではマスクしてないのってことなんですが、スウェーデン政府と公衆衛生庁では特にマスクの着用を推奨していません。一方でスーパーやレストランなど屋内で人が集まる場合のソーシャルディスタンスや手洗いに消毒、軽度でも風邪症状がある人の自宅待機などは徹底されています。さあ、こうしてようやくお会計です。セルフスキャナーセルフレジの様子に本日の合計金額も発表します。お会計の前に、これがまたスウェーデンっぽいなっていう話がレジ袋の高さです。この日僕らは大きいショッピングバッグを2つ用意していったんですが、それでは足らず紙袋を買いました。ただビニール袋は高級品、そのお値段なんと84円。その主な内訳は税金となっていて、環境に配慮した政策ではあるのですが、これについては賛否両論あるようです。というのも、もともとスウェーデンでも家庭ごみを出すための袋として再利用されていたレジ袋、利用する人は減りましたが、レジ袋が家にたまらないので、ゴミを捨てるための新品のビニール袋を買い求める人が増えました。その多くは輸入品なんですが、ゴミを捨てるための一度きりのために遠い国から CO2 を排出して運ばれた新品のゴミ袋の消費量が増える、これって矛盾してないという意見もあるんです。日本もレジ袋が有料化したそうですが、皆さんはどうお考えですか？さあ、そしてこのセルフスキャナーをドックに戻して、スキャナーを取った時のようにアプリの QR コードをかざすと、画面に買い物したリストと金額が出てくるので、ちゃんと間違いなく全部スキャンしましたよっていう確認のボタンをタップしてカードで支払います。早い、いっぱい買ったね今日。その合計金額は1142クローナ。ちなみにスウェーデンの消費税はこんな感じで3段階に分かれています。前回の動画で物価が高いと感じた方も多かったようですが、実際にはそこにこれだけの税金が含まれているので、まあどうなんでしょうねこれが普段の福祉に還元されてるんだとしたら、まあ納得なのかな。そして前回の動画のコメントでよくいただいたのが、セルフレジのセキュリティ、基本的にはお店とお客の信頼で成り立っているわけですが、こうやって最後の支払いの段階になって無作為に選ばれた客は店員のチェックを受けることがあります。そうすると専用のレジに行き、すでに袋詰めされた商品をすべて出し、普通のレジ作業をされ、きちんとセルフスキャンしたかチェックを受けることになります。僕もね、何度か選ばれましたけど、ちゃんとスキャンしてるけど、チェックの結果が出るまでの間妙に緊張して変な汗かいちゃうよね。でね、ピッてやったらすぐ出なきゃいけないから、ルカパパが閉じ込められちゃうよし、じゃあ行こうか。そしてお店を出たんですが、ここでリカパパがあることに気づきました。何？前回の動画で紹介したパントで還元したクーポン、すっかり忘れてた。パントのレシート、何落とした？がポケットの中に入れた。ああ、それダメよ絶対、そんなことしたら。ところがこの後奇跡が起きます。あったの？嘘。トイレの前。この2人、買い物前にトイレに行ってたんですが、そのトイレの前に落ちてたそうです。お、奇跡。さあ、このクーポンはまた次回使うことにして、今日はもうお家に帰りましょう。もう疲れました。ということで今日の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。評価ボタンやコメント、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日はこれで失礼します。ごきげんよう。ヘイドー。 I love you. 二人パパ。